検査ならびに重要検査、車両の最も重要な検査を主な業務として行っており、電車はここに到着した直後から電源を落とし、切り離され、主要な機器を取り外します。電車が起動するのに必要な終電装置、補助電源装置、主電修正機、バッテリー装置、ブレーキ装置、台車といったものをバラバラに切り離された状態の車両が自走できないことは皆様ご存知かと思います。これから行う作業は、自走できない車両をバッテリークラスとラバーサーを使って場内を移動させる作業になります。今シャッターが開いた場所は車体息吹室です。編成から切り離された車両は仮会社を到着すると、ここで床下に付着したスコポリを圧縮空気を吹きつけて落とします。大変粉塵が出る作業ですので、車体を入れる息吹室そのものを密閉することにより粉塵の発散を防ぎます。シャッターが開きました。電車を動かすためにバッテリークラスを設定します。車両にバッテリークラスを設定いたします。仮の会社にはブレーキが付いておりません。そのため仮会社を登録した車両は走ることはもちろん止まることもできません。ですから走るのも止まるのもバッテリークラスであります。この一件がしっかりできていないと、車両のバッテリートラックが分離してしまうほか、車両を押して走るときに、いわゆる突破の状態になり、車両が壁や世界に衝突してしまいますから、電解作業では、電鉄の確実な実施、確認が最も重要な作業の対象です。電鉄の確認が終わりました。いよいよ電車を降りました。バッテリートラックに引っ張られて電車がゆっくりと進んでいました。これから電車にバッテリートラックに一緒にワバーサーを別の線で落とします。ワバーサーというのはメタノール液体の出であり、電車を乗せて横方向に行くことができる機械です。ポイントを使って子育て線に電車を利用すると膨大な土地を必要とします。線路自体を横に内部されることで、限られた土地でも効率よく電車を動かすことができます。
こういう会議が整理されていますよ。あ、向こうに